よろしいですか。はい、どうぞ。じゃあどうぞ。はい。新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今の幹部会報告聞かせていただいたんですけれども、岸田政権の大軍拡ですとか原発政策とかについてかなり厳しいというか、対する考えを聞かせていただきましたけれども、この、選挙統一戦もありますが、その前には通常国会が今月下旬から予定されていますけれども、その通常国会への、望み方というか、他党と その野党連携の形も含めて、そのあたり今日の報告を踏まえて委員長どのようにお考えか伺わせてください。通常国会では3つの課題に取り組みたいと思います。一つはですね、たかが外れたような一連の暴走ですね、専守防衛をかなぐり捨てた大軍拡、あるいは原発回帰の方針への大転換、こういう問題をきちんと正していくと、これは一つです。二つ目はですね、やはり国民の苦難に対してあまりにも無意無策で向き合っていない、特に物価高騰の下で暮らしをいかに守っていくか、経済を立て直していくか、この問題が大きなテーマになろうかと思います。から3つ目はですね、やはり政治のモラル破壊という問題があります。統一教会の問題、政治と金の問題、何一つ解決しておりません。ですからこの3つの問題を大いに我が党としては提起していきたいと。その際ですね、岸田政権に対する厳しい正面からの対決は当然ですが、国民の立場に立った対案をですね、しっかり指し示していきたい。平和の問題では私たち外交ビジョンという平和の対案を訴えております。暮らしの問題では緊急提案を11月に発表しておりますが、それがベースになっていくと思います。で、気候危機の問題でもジェンダーの問題でもそれぞれまとまった方策を出しております。で、この対案をですね、大いに訴え、一歩でも二歩でも政治を動かしていきたいと思っております。先ほどの報告の中でも大軍拡反対を訴えて、その国民的多数という言葉もありましたけれども、その野党共闘という意味では、そのあたり、その通常国会でどのように他党との連携、やはり今日お話したように岸田政権の大軍拡を許さないと、この一点で、協力していこうということを呼びかけたいと思います。それぞれの立場あると思うんですけども、今岸田政権がやっている大軍拡ですよね。敵基地攻撃能力の保有に公然と踏み込んでいく、つまり専守防衛を投げ捨てるということです。それから総額先にありきという形で、まさに大軍拡の道に踏み出していく、こういうやり方で、これは賛同できない、いくらなんでもこれは許せない、こういう一点で、私たちとしては協力の輪を広げていきたいと思います。じゃ、各社どうぞ。すみません、読売新聞の尾崎です。先ほど報告の中でも統一地方選について言及がありました。勝利を目指していくということだったと思うんですけれども、具体的な数字的な目標、それについて教えてください。これは現有議席の絶対確保と前進です。これは目標です。それぞれの選挙において、特に道府県議選では、空白議会一つなんです、愛知なんですね。これを克服して新たな空白を作らないと、全部の都道府県議会に日本共産党の議席があるということを目指したいと思っております。はい、どうぞ。事実信頼、敵地攻撃能力、立憲民主党はこれは賛同できないとは言ってますけれども、専守防衛の範囲ならば、容認するようなニュアンスもありますけれども、委員長 その共産党の場合は、それは腹から専守防衛に反するんだという立場であるとすれば、ここはかなり根本的な違いだと思うんですけれども、選挙に向けての協力等を考えて、このあたりは詰めていかれる話なのか、それとも棚上げにされるのか、どっちでしょうか。これはよく話し合っていきたいテーマになると思います。ただ先ほど言ったように、岸田政権のやろうとしている大軍拡には、賛同できない、反対だという点を大事にしていきたいと思います。で、我が党としての立場を申し上げますと、敵基地攻撃能力の保有というのは憲法違反だと、これは明瞭だという立場です。
でこれはの政府答弁でも、まあ、法理的には敵地攻撃は可能だと、自衛権として可能だと、法理的には。しかしその能力を保有すると、平成から保有するということは憲法に違反するんだという答弁がなされて、今日まで維持されているわけですね。つまり専守防衛の立場から言ったら、他国に脅威を与えるような攻撃的な兵器は持てないんだと、これは救助の立場なんですということは、これまでの政府の一貫した答弁なんですよ。その答弁に照らしても、私たちは憲法違反だと、専守防衛をかなぐり捨てるものだというふうに批判しております。まあ、これはよく議論していきたい点ですね。朝日新聞の上澤です。お願いします。ですね、そのまあ立憲民主党なんですが、この新しい23年の通常国会でもですね、日本維新の会とは共闘していこうということ で、先日も話をしました。この点については、これまでも聞いてますが、どのようにお考えでしょうか。例えばこの前の救済法案のようなですね、本来であれば超党派で取り組むべき、そういうテーマですよね。そういうテーマではいろんな協力というのはあり得ることだと思っております。我が党としては法案には最終的に反対の立場を取りましたけども、事柄の性格としてはもともと超党派で合意形成を目指すような性格の問題だったと思うんですね。そういう問題ではいろんな協力はあり得ると思っております。ただね、国の政治の根本の問題では、日本維新の会の立場というのは自民党以上により強硬なタカ派なんですよ。だって核兵器の共有を言う、専守防衛はもうやめろという、自民党でも言えないこと言ったわけですよ。その立場から自民党を牽引している、より右に牽引する、この立場を取っているのは日本維新の会なんですね。ですからそういう立場に対してはですね、野党であれば正面から対決するという立場を取るべきだと、私たちはそういう立場で望んでいるということであります。あともう一点お願いします。立憲民主党をですね、支持する連合はですね、立憲と共産党とのですね、連携について否定的な立場をまだ崩していません。この点についてはどのようにお考えでしょうか。私たちはこの野党共闘に対する、それに対するさまざまな障害あるいは妨害、これに対してですね、野党がどういう姿勢を取るかが問われていると思うんですよ。でやはり野党が、本気でですね、今の政治変えようというんであれば、野党が協力することに対していろんな妨害や障害、これとは戦うというね、姿勢に立たなければ前に進まないと思っております。はい、どうぞ。すみません、 TBS テレビの星と申します。野党連携について、大軍拡を許さないという一点で協力していくという話だったと思いますが、他のテーマについてこう野党間で今後連携していくようなことを考えているというようなことがあったら教えて。でこれは私たちそれぞれのテーマで先ほど言った提案を示しておりますから、一点ではどんな問題でも協力していきたいと思っております。はい、どうぞ。先生、この 130%、 26万を36万というのは、これは大変な目標だと思うんですね。これはやっぱり来年の 1月の党大会、この1年間にある種の先生の総決算というんでしょうか、退路を立ってというような、それぐらいの決意かと思うんですが、合わせてそのお手紙作成ですね、これも過去にないと思うんですが、この1年をですね、大学どういうふうにですね、思い出やろうとか、その排水の陣なんか、その辺を伺いたいですね。この1年、私たちの最大の仕事を 130% の党を作るということに置くということを定めることを一つしようというのが、今度の7中層の、中心です。でこれ今日お話したように、今の日本の政治が求めていることでもあり、党の現状も強く求めていると思っております。ですからこれはね、この1年間脇目も振らず党勢拡大に邁進したい、必ず達成したいと。でなかなか大変なことはよく分かっています。非常に大きな、困難な課題であるということもよく分かっています。しかし我が党には1万7千の支部があるわけですね。それでそういう方々の心にみんな火を灯すことができれば、私はやりきれると思っております。やりきるならばね、36万の党になり
130万の読者を持つ党になるわけですから、これは状況が一変する。その状況の一変をですね、今年はもう、まあ、脇目も振らず邁進する年にしたい、そのように考えておりまして、ああいう手紙も中央委員会として出すのは過去あるんですよ。あるんです、1959年の、第7回党大会6中層が、全党の同志に宛てて党勢倍化を訴える手紙を出したことがあるんです。でその時は我が党の党勢力というのはずっと小さい状況でありまして、だいたい3万数千の党員でした。3万数千であまりに小さいと、ですからそれを倍にしようという手紙を出しまして、でそこから始まったんですね。そこから60年代の党建設の前進躍進が始まり、70年代の大躍進、国政選挙での躍進につながったという歴史を私たち持っております。ですからある意味ではその初心に帰って、この1年間頑張りたい。ただその59年の時と比べますとね、全く違う条件もたくさんあるってことを今日お話した通りで、綱領もはるかにあの時期と比べますと発展しております。それからやはり党の政治的影響力という点でも暗いものにならない状況があります。で、まあ、ただそういうたくさんの可能性があるんで、そういう可能性を全部生かして、今年1年間、党作りに邁進して130%党を作りたいというのが私たちの強い強い決意であります。ぜひやりきりたいと思います。ありがとうございました。ちょっと時間それではあとありますので申し訳ありません。以上で終わります。